11.19 後楽園ホールで行われたグローバルリーグ戦2017優勝決定戦、剣王が塩崎剛を破り初出場初優勝の快挙を成し遂げた。俺が G1 ヘビー級チャンピオンになってノアイコール、剣王俺の時代を築いていくからな、てめえらクソ野郎どもをな武道館まで連れて行ってやるからな。剣王時代を築くため GHC ヘビー級王者エディ・エドワーズに挑む。前哨戦はまずエディが2連勝と王者の実力をまざまざと見せつけた。しかし剣王が負けたままでいるはずもない。王者から直接3カウントを奪い返し反撃ののろしを上げた。今年最後の大一番、2018年箱舟の舵を取るのはエディか剣王か。メインイベント GHC ヘビー級選手権、王者エディ・エドワーズ対挑戦者剣王。捨てて男は緑のマットに足を踏み入れました。あれからおよそ4年、彼が求めてきたものがもうすぐそこにある。ある日杉浦の時代ではない、その強いメッセージとともに時代をアジテートする反骨のカリスマ剣王。今 GHC への扉が開かれました。男には運命を変える瞬間がある。今日がその運命の夜、楽しいこと全てを諦めプロのファイターになったのも今日という日を迎えるためだったのかもしれません。さあゆっくり歩を進めていく剣王、約束の武道館に向かって32歳剣王大公開。真紅のガンを鳴りかせて今緑の大地に立ちました。練習生から12年かけて頂点まで這い上がった不屈の男、 GHC ヘビー級王座史上初の外国人王者エディ・エドワーズ入場。コスチュームにも刻まれている Anything is possible、 可能なことはないと彼は自ら証明してみせました。腰にはベルト、その肩にはインパクトの威信がのしかかる、そしてグリーンのタイツにはノアの誇りが込められています。ノアの心を持つ外敵エディ・エドワーズチャンピオンです。それでは試合に先立ちまして、プロレスリングノア会長内田正幸よりタイトルマッチ宣言です。認定賞、これより行われるエディ・エドワーズ対剣王による試合は GHC ヘビー級選手権試合であることを宣言する。2017年12月22日内田正幸。続きましてチャンピオンベルトの返還です。GHC ヘビー級選手権チャンピオンエディ・エドワーズ3度目の防衛戦、今栄えあるベルトが一時本部に預けられました。この金色三千たる GHC のベルト、エディ・エドワーズは第29代の GHC ヘビー級王者、そして初の外国人王者です。こちらは剣王、集中しています。本日のメインイベント GHC ヘビー級選手権試合、
60分一般勝負を行います。青コーナー挑戦者210番ケン。その拳で天を握るか、チャレンジャーケン王です。赤コーナー第29代 GHC ヘビー級チャンピオン、3度目の防衛戦、インパクトレスリング210番エディエドワーズ。ケン王、今夜を前に三沢イズムを刻み込むチャンピオン、エディエドワーズです。エブリー中山真一。GHC ヘビー級選手権チャンピオンエディエドワーズ、3度目の防衛戦、60分一本勝負メインイベントです。グローバルリーグ戦を制したケン王が今年積み上げてきたものすべてをチャンピオンのエディにぶつけていきます。ケン王時代の到来か、それともエディ勢いの防衛で年を越すのか、すさまじい戦いの予兆がしてまいります。さあ今ゴングの音色、超満員の歓声が活気していきます。 12.22 高楽園ホール大会、実況生中継でお届けしています。放送席解説は佐久間和彦さん、そしてゲストは川田俊明選手です。佐久間さん、はい、両雄のこの闘争心がリング上渦巻いてますね。そうですね、剣王がね、こう本当に静かな佇まいでね、ゴングを待っていて、まあ、緊張があるのかなっていうのか、それともすごく心穏やかなのか、その辺はね、ちょっとまだ見えないところがありましたけど、まあ、今年ヘビー級転向1年でまさかね、こう1年の最後にこの JH ヘビーのタイトルマッチを戦うことになっているとはね、なかなか予想できなかったんですけど、まあ、それだけね、剣王がこの1年必死に戦ってきたという証明でもありますよね。2人が激しい攻防をすくって起き上がっていきました。11戦地区後楽園ホール、グローバルリーグ戦2017優勝決定戦、剣王は塩崎豪を破りまして、グローバルリーグ戦初出場、初優勝を果たしました。その勲章を持ってこの GHC ヘビー級の王座に満を持して挑戦してきたわけであります。グローバルリーグ戦を制した剣王にとって、この先にはもうこのエディしかいません。おっと、フランケンシュタイナー、剣王が一時場外に退避しております。さあ、それを見たエディはロープを飛んでいく、飛んでいこうというのか、走り込んでいく、おっと、下から迎撃する、コペに行こうとしたエディ、それを予知して剣王が下からハイキックを合わせていきました。この辺りは剣王チャレンジャーを落ち着いています。あっと、サッカーボールキック。さて川田さん、三沢さんが作ったこの GHC のベルト争う2人を見て、どんな思いがありますか？なんか2人ともヘビー級の動きではない。なるほど、まあ、2人ともジュニアヘビー級からこのヘビー級に転向してきた2人ということで。そうですね、チャレンジャーの剣王は今年ヘビー級に転向しまして覚醒しました。さあ、鉄柵攻撃、剣王が走り込んでいく、おっと、カウンターのベリートゥーベリー、剣王が鉄柵に足を痛打しました。佐久間さん、今足ですかね。いや、そうですね、ちょっとこれは危険ですね。結構痛いところですよね、あそこのは。今のこの川田さん、剣王の判断はどうだったんでしょうかね。ちょっと迂闊だったのかもしれませんが、ただまあチャレンジャーですから、佐久間さん、はい、積極果敢にいくというね、そういう姿勢はまあ上等手段でありますね。そうですね、まあ、先手を取りたいというね、気持ちから一気にいったと思うんですけど、ちょっとこれね、序盤からかなりのダメージを負うことになってしまいましたよね。エディが思わぬカウンターのベリートゥーベリー、スロイダーを見舞っていきまして、さあ、足にダメージを負ったどうか、おっと、逆水平、胸板、すさまじい音、この打撃音が後楽園ホールに響き渡っております。しかし剣王、おっと、胸を突き出して、あえてこのチョップを受け取りました。しかし効いています。やっぱできればタイトルマッチなんで、リングの上でやってほしいですよね。そうですね、さあ、エディが剣王をリングに入れました。さあ、足がどうかですよね、ここからちょっと見たいのは、はい、剣王の足は得意のキックを出す源でもあります。当然このダメージが足にあるとしたら、
大きなハンデを背負ったことになります。さあ優位に試合を進めているのはチャンピオンのエディ・エドワーズです。エディは8月に中島克彦から王座を奪取しました。その後10月に丸藤を破り初防衛、さらに11月のカナダトリプレアのトップの一人イホデル・ファンタスを破りまして2度目の防衛に成功しています。佐藤さん、はい、非常にこのエディはあのコメントを聞いてもですね、もう自信をつけてきたっていう感じありますよね。そうですね、まあ、やっぱりね、こう誰も外国人選手が取ったことがなかった G1 ヘビーのベルトをまず取って歴史を一つ変えたと、その後にですね、ノアの象徴である丸藤とのね防衛戦でそれをまた突破した、このね2つの自信というのは非常に大きいですよね。ですね。川田さんはこのエディ・エドワーズというチャンピオンについてはどういう印象がありますか？これはやっぱりあの緑のタイツっていうのは何か意味があるんですか？そうですね、あの彼はノアの練習生から始めて、じゃあ、はい、ノア生え抜きなんですね。12年かけて史上初の外国人王者まで上り詰めました。自分にチャンスを与えてくれたという三沢さんの技を自分のものにしています。さん、このノアへの思い、これもエディの強さの一つですよね。そうですね、まあ、グリーンのタイツというのはね、やっぱなかなかこう遠慮してしまうようなところがあるのをね、やっぱこうノアにディスカイって語りながらこう、ね、グリーンのタイツを背負って、まあ、そういう、ね、ファイトからも指示も受けていますしね、しっかりと、はい、おっと、剣王の強烈なキック、どよびきが起こります。ラブンが経過しました。しかしエディもチョップで寄せそう、あっと、アリのキック、重たい、足は大丈夫そうですね、はい、今の剣を見る限りだと。川田さん、川田さんもキックの使い手でありますけれども、はい、この剣王の蹴りはどうでしょう？あの結構重いんじゃないですか、はい、日本拳法打ち込みのこの剣王のキック、足を払っていった、見つけていく、ここからの連続攻撃あります。剣王、おっと、ニアタック、ランニングのニアタック、背中に浴びせていきました。足の方は今のところ問題はなさそうです。さあ、おっと、アンクルホールド、しかしすぐさまエディがロープに逃れました。三沢イズムを教えてやるというこのエディ・エドワーズ、それに対して剣王はエディやマルク、杉浦、そういう三沢世代を倒して新しい時代にすると話していました。場外に落とします。下がってくるが、ハイキック、こういったところの佐久間さん、うん、あの小さな判断がエディは非常に巧みですね。そうですね、簡単に、ね、相手に流れは渡さないですよね。さあ、エディが飛んでいく、飛び水深だ、弾丸飛び発射、すごい勢いでいきましたね。和田さん、今の教科書通りのトペでしたね、はい、今ね、綺麗でしたね、ちょっと剣王チャレンジャーが押されております。今年ヘビー級に転向した剣王、杉浦隆史と組、田中雅人を追いかけ力をつけ、11月のグローバルリーグ戦を制覇、世代交代を叫び、このエディの前に立ったわけであります。今この死体の風は剣王に吹いています。一気に上り詰めることができるか、立ちはだかるのはノアの心を持つ外国人王者エディ・エドワーズです。さあ、エディがトップロープに登っていく、積極的に攻め込んでいきます。チャンピオンが飛んでいったミサイルキック、これも的確だ、胸板に命中した、そしてがっちりと固めていく、カウンター2です。中畑さん、はい、剣王は今時代を変えようと、はい、まあ、いろいろ試行錯誤しているわけなんですが、はい、川田さんも超世代軍で時代を変える難しさを感じてきたと思いますけれども。そうですね、どうでしょう、どんな気持ちで、まあ、頑張れば、まあ、みんなついてくるんじゃないかなと思うし、うん、で今日あたりやっぱり三沢世代のお客さん、そしてましては歌舞伎世代のお客さんが多分ほとんどだと思うんですよ、今日来てるお客さんは、そういう人の間でやっぱりいい試合を見せてほしいですね。確かにその辺は佐久間さん、プレッシャーにもなりますよね。おっと、ブルースサンダー、ブルースサンダーにいった。あ、でもチャンピオンになったら佐久間さん、はい、重圧はね、もう毎回のことでしょうからね。そうですね、剣王はね、まあ、前回のね、後楽園グローバルリーグのシングルマッチでメインでね、もういい空気で締めていますから、はい、やっぱ今回のね、戦いもそれを
またそれを上回る戦いを見せてね、ベルトにつなげたいんですよ ね、 そうですね。やはりこう勢いのある時にね、取ってしまうっていうのはね、なかなかこうベルトにたどり着けない選手がたくさんいるわけじゃないですか。このきっかけ、いい時にやっぱり取って勢いに乗っていきたいですよね。さあ、エディーがタイガードライバーの構え、三沢サッポー、三沢さんの技を意識的に使用して、そして自分のものにしております。さあ、持ち上げた。しかし、2番返していた剣王、剣王も完全に主導権は渡しません。カウンター逆水平です。しかし剣王はキックで応戦する。ラリアットをかくって邪魔、しかしすぐに起き上がってバックに回って、エディが邪魔、低い体勢、ジャーマンスープレックス、おっとハイキック、ジャンピングハイキック、くしくも放送席の川田さんのジャンピングハイキックも似たキックを見せました。さあ、 GHC のベルト、この栄えあるベルトを剣王たどり着くことはできるか。ヘビー級に転向して間もなく1年という剣王。さあ、対するはエディ・エドワーズです。まあ、前哨戦は佐久間さん互角の戦いだったんですが、エディが剣王を非常によく研究しているのが印象的でしたね。そうですね、まあ、ただね、剣王の方としても一発のピンホールを取っていますからね、それっていうのはやっぱ大きいと思うんですよ ね、 そうですね。前哨戦はまあ相手に手の内見せる見せないっていうのもありますけど、剣王の場合にはやっぱまずこうホールを取って成功体験を得た状態でタイトルマッチを迎えることができたというのは、一つこれはこの展開に持っていけば勝てるというね、もう一回、まあ、タッグの戦いとはいえ、まあ、目を得たわけですから、そういうね、こうチャンピオンの弱いところ、強いところっていうのも分析した上でこの舞台にね、立ってると思いますからね。60分一本勝負で行われております。10分が過ぎました。さあ、ここでエプロンに出ます。トリスクの高い技を仕掛けていきます。ウルメルソンの体勢、しかしエディがそれを拒絶します。エルボーで応戦する。危ないエリアでの攻防です。下は奈落、まさにこのエリアはこのノアらしいこの攻防とも言えますが、さあ、ハイキック、エンズ切り、おっと、剣王が崩れ落ちた。それをさあ、エディが、あっと、なんとタイガースープレックスの構えだ。お互いに仕掛けていきます。ここは食らいたくないですよね。これを食らってしまいますとちょっと取り返しのつかない、そんなダメージを負ってしまう。おっと、この足場のないところでスピンキック、おっと、ちょっと踏み外した、危ないぞ。あっ、出た、ドラゴンスープレックス、エディが頭から落ちました。川田さん、今のスープレックスどうでしょう。いやー、ちょっと一歩間違えたら危ないですよね。今はちょっと受け身が取れない状態だったかもしれません。まあ、この辺さんまさん、はい、明暗が分かれるシーンですよね。そうですね、まあ、どちらにもねチャンスがある反面、まあ、一歩間違えたら自分が同じように攻撃を食らっている可能性もありますしね、先ほど踏み外そうになった場面もありますから、仕掛けるときにミスを起こしたら自分の方にダメージがという、まあ、いろんな要素が組み合わさっていますよね。ただこの最高峰の戦いです。そういったリスクを起こさなければベルトにはたどり着けない、その辺がお互いによく分かっています。剣王の打撃のコンビネーション、速い打撃を繰り返していきます。ブレンバスターの体勢、おっと、ファントアロー、前に叩きつけるようなファントアローです。エディが肩を上げました。剣王がペースをつかんだか、スルスルとトップロープに上がっていきます。フットスタンプを早くも出すか、フットスタンプ、しかしかわした。剣王も着地しています。おっと、ベリズベリー、またカウンターのこのスロイダー、ベリーツーベリーを食らってしまいました。剣王、まあ、エディはやっぱ剣王の動きをよく見てますよね、はい、得意技のダイビングフットスタンプ、明らかに仕掛けが早かったか、エディは難なくかわしています。剣王の必殺技はダイビングフットスタンプ、対するエディには中島と丸藤を仕留めたダイハードとエメラルドフロージョンの合体技、ダイハードフロージョンがあります。
最後の最後決めますでしょうね、はい、そうですね、まあもうエディの場合にはね最後ここに持っていけば、自分は勝てるというね、もうまあ勝ちはマルージを倒してるわけですから、ね、当然ねそこを切り札として自信持ってますよね。エプロンであれだけの技を食ってて、ね、もう普通にやり合ってますからね。そうですね、まあ、でも川田選手もエプロンで散々危険なことをしてきたと思いますけれども、いや してきたし、やられたし、まあ、でもやはり選手というのは体がそう動いてしまうんですかね。こういういやでもこんなにすぐには回復できませんでしたね。あ、そうですか。キャリア15年33歳、剣王はキャリア9年32歳です。サマブラが乗っている2人、2人ともプロレスラーとして一番いい年代じゃないですか。そうですね、まさにその一番いい時に2人がぶつかっています。剣王が目をカットに開いて、さあ決めてキックを放っていく。しかし逆水平、エディも引きません。正面から受け止めていく。これがノアイズムだとばかりにチョップを打ち込んでいく。チョップとキックのラリーだ。お互いに勢い増してきましたよね。あっとエディがチョップが出なくなった。キングが両立している。エディ・エドワーズ12年前、練習生としてノアの門を叩きました。そこからノアで修行を積んでアメリカに戻り、成功を収めてインパクトレスリングの一員としてまたこの緑のマットに戻ってまいりました。そして掴んだ GAC のベルト、簡単には手放せない。さあ剣王行くぞ、逆水平、ラリアットかいくってオーバーキック、あっとラリアット、さあ試合になっている。あっとラリアット、ゴムとゴムの感じですよね、はい、ここまでは。ご覧ください、剣王胸から出血が見られます。エディの逆水平で岡部さん、これ切れたんでしょうかね。そうでしょうね、逆水平で胸が切れるというのはすごい切れ味なんでしょうね。痛いと思いますね。剣王の胸板から出血が見られる。カウンターのラリアットを奪っていった。そして上げてくる、アドム、しかしカバーに行かない。もう一発同じ体勢、あーっとシットダウン、パワーボム。さあパワーボム2連発、肩を上げます。さあ皆さん、エディの試合運びいかがでしょう。いや、エディの方にだんだんこう余裕が出てきていますよね。今肘アピールしてますし、はい、こうエルボーで三沢さんのエルボーを使うということですかね。三沢を知る世代であるエディ・エドワーズ、そしてこの三沢さんを全く知らない世代の剣王、その2人の戦いでもあります。おっとエルボー、ね、いい確認になって、そしてタイガードライバー、さあ出たぞ三沢さん、ポータイガードライバー、顔を上げます。川田さんのタイガードライバーいかがでしょう。あそこに行くまでにあと1つ2つ欲しいですね。そしてタイガードライバーに行ってほしいですね。そうですか。その前の技の積み重ね、もう少し欲しかったというエディ・エドワーズ。エディまだ表情は冷静です。しっかりと呼吸を整えています。一方の剣王、大技を食らってしまいました。膝ですかね、特にこう自分のはめてきてますよね。エディがボストニーパーティーを狙おうと、うまくくぐって足を捉える。そしてジャーマン、ボストニーパーティー対策はできておりました。剣王グローバルリーグ戦を取った剣王、しかしこの戦いに負ければ、このタイトルマッチに負ければ何も残らないと剣王は話していました。もうこのベルト王手がかかっています。あっと下からハイキック、そしてエディが得意の体勢、
足をクロスさせて走り込んでチンチェッカーを狙う。おっとかわした、剣王が希望、希望、しかしカウントワン、すぐ立ち上がる。あとドラゴンセックス、高速のドラゴン、そしてもう一発希望、2連発振り抜いていったが、しかし言い方を上げます。剣王がいい場面を迎えました。ヘビーは倒れ込んでいる。さあ剣王を攻めきれるか。4年前日ノ国プロレスを飛び出しノアにやってきた。そして今年俺はノアにかけたんだと言った。その心からの叫びは彼を頂点まで押し上げる力となりました。フットスタンプを狙う。しかしエディ・エドワーズが蘇生します。ちょっとフットスタンプに行くまでに時間がかかってしまうんですよね。いかにこうそれでも決まるほどのダメージを与えられるかですね。なるほど。エディがおっとトップロックから、しかしうまくくぐり抜けた。うまくすり抜けてキックを浴びせました。剣王です。エディはフランケンシュタイナーを狙っていました。そしておっと強引です。剣王は強引にまたターンバックルの上に乗せます。何をするんでしょうかね。おっと危ないぞ、まさかグローバルリーグ戦でも見せた流れ式ドラゴン、流れ式ドラゴンスープレックス、これはチャンスですよ。剣王さあ行け、トップロープからダイビングフットスタンプ、決まった決まった、ドデンパラ突き刺した剣王ガッツポーズ。あーしかしカウントは強いな。20分経過、20分経過、20分経過過ぎた。川田さんどうでしょう。いやフットスタンプの前の技なんですけど、意外と自分から言ってるんですよ。彼をやられる彼が、エディがしっかり受け身を、受け身を自分から言って取ってるんですよ。さほどじゃそこまでダメージはもしかしたらないかもしれないということですかね。よく三沢さんが使ってた技です。なるほど。攻撃だけじゃなくて受けの部分にもリズムがあったということですね。三沢さんから学んだ、あるいは盗み取った、そういった土壇場でのこのエディ・エドワーズの受け身、これがどう出るか。中島との対戦なんかでもね、こう劣勢に立たされてもやっぱりこう耐え切る力っていうのもエディ強さを持ってますよね。そうですね、粘り強いですよね。はい、剣王コールが受け止める。しかし剣王あと少し、もうベルトが手招きしている。しかしエディが心が強い。エディ・エドワーズ行くぞ、エルボー、三沢さんばりのエルボーバット、おっといったぞ、タイガースプレックス投げっぱなし。剣持ち上がる、またタイガードライバーの体勢、持ち上げた、おーっと前に落としたタイガードライバー、これは91か、サカさんの表情91ですね。川田さんもね、何度も食らってきた。いや僕らが食らったのはあんなもんじゃなかったですけど、ね、そうですね、もうほとんど垂直に突き刺さって不完全でしたね、そういう部分でいうと。いやでもそれにしてもこんな技を出すとは思いませんでした。エディ・エドワーズ体に宿る三沢イズム、ノアの心を持つ外敵であります。エディがボストンにパーティー、さあボストンにパーティー、顔面命中したぞ、ガーッとカウントアツ、剣王大ピンチ。佐川さん、はい、まだエディ奥の手ありますね。そうですね、エディはもう今ねちょっと予告しましたけど、はい、ダイハードフロージョン最後残してますからね。己の必殺技ダイハードと三沢さんの必殺技エメラルドフロージョンの合体技ダイハードフロージョン、これで中島そして丸藤をホームに去っております。さあ行くか、足を掴んで折りたたむ、さあここで行くぞ、しかし着地した剣をハイキック、川田さん今のハイキックはどうでしょう。どうぞ、よく見えませんでしたけど、ね、はい、今何かエディが狙ったところカウンターに決まりましたね。はい、ダイハードフロージョンをしのいだ剣王が、ハイキック今度は決まった、即答をめぐっていった。さあいけるか剣王、トップロープからいった、フットスタンプ、甲子園のフットスタンプ、カバーに行かない、もう一発行く、剣王ありったけの思いを込めててっぺんは見えた、さあ行くぞ、
23分50秒、勝者剣王をつかんだ。ついに GHC の頂にたどり着きました。はい、最後はこのグローバルリーグ戦決勝の塩崎戦と同じ、はい、この勝ちパターンでしたね。後ろからそして前からという、ね、連続攻撃でしたね。さあ剣王の見事勝利いたしました。剣王選手にはチャンピオンベルトが贈呈されます。いや彼は初めて取ったんですね。そうです、初めてですね。いやこれからが大変だと思います。これからが大変、はい、川野さんが言うと重みがありますけれどもね、デビュー9年あとエディエドワーズ王座陥落、3度目の防衛はなりませんでした。いやしかしエディも体は取れた91を見せたりとね。そうですね、まあ、やっぱ最後ダイハードフロージョンにつなげなかったというのがやっぱり敗因ですよね、はい、ベルトをかざします。デビュー9年9ヶ月、西ノックプロレスからノアに来ておよそ4年、そしてヘビー級転向1年でてっぺんまで剣王駆け上がりました。ニューチャンピオン剣王選手に今のお気持ちを伺いたいと思います。おめでとうございます。すごい試合でした。GHC ヘビー級ニューチャンピオンの剣王だ。このプロレスリングのは三沢さんが作りました。その三沢さんに関わりのない奴が初めてこのベルトを取ることができたぞ。おい後楽園のクソ野郎ども、ここでおっと清宮海斗だ。清宮が帰ってきた。海外遠征に出ていた、修行に出ていた清宮が上がってきたぞ。剣王の前に立つ清宮と剣王だ。海外から帰ってきました。今の俺なら剣王さんに勝てると思う。俺にそのベルト、さあ放送の挑戦させてください。時間がなくなってまいりました。生放送をご覧の皆様、ここでお別れになります。大変申し訳ございません。ごきげんよう、さよなら。